ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫かわにゃ、今日もね、トップ5ニュースをお送りいたします。あの超有名歴史上人物が、巨人だったら、どうする？うん。ハトポッポの中ではないね。いや、そっちだった。今日はですね、みんな大好き、なんとかタリア帝国に幸せに暮らしていたけど、今はもういない。あの、大きい人たちの話をやっていきたいと思います。ちょってんね、ということでね、やっていきましょう。YouTube 様ではですね、世界平たい族と共に最近あまり好まれていないでおなじみね、この、マットなんとかですよね。タルタルソースなんとか帝国みたいなやつが、約200年前に、今の露国っぽいところに存在していた。存在していたが、この200年前にですね、現在世界を手中に収めている勢力との戦が巻き起こりましてね。そして大災害、大洪水が起こりまして、この旧タルタルソース帝国の歴史の遺構というものはすべて人々の記憶から消し去られたんですね。しかし、世界中にはまだそれらの遺構が残っており、私たちウォッチャーは、お前大丈夫？あの界隈から嫌われてるけど。いや、僕はこっち系です。よし、強いね。ハートが鋼です。ハートがタルタリアですね。おっと、これはうまいこと言えなかった時のかー。ということでね、まあこういうことで、まあ嫌われているんですけれども、今日はですね、このね、帝国はね、例えばフリーエネルギーがすごい進化していたりとか、それから巨大な建造物とか、ね、いろんなロマンがあるんですけど、今日は大きい人に焦点を当てて話していきたいんですよ。このね、古代タルタリア帝国の写真を見ると、ね、我々人類と混じって大きい人々がね、一緒に暮らしてるっていう写真がいっぱい見受けられるわけです。実は過去、地球上にはこの大きい人たちが我々人類と共存していたっていう話なんですよね。で、今日まずはね、旧約聖書のエノクの書、ここから話していきたいんですけど、このエノクの書っていうのはエチオピア正教に伝わるすごい古い、旧約聖書なんですよ。で、この旧約聖書は一般的に偽書と呼ばれてるんですよ。これなんでかっていうと、いわゆる本流の聖書の中に出てこなかった大天使が描かれてるからって言われてるんですけど、実はそうじゃないんですよね。この本を偽書と認定したのは、この書がですね、巨人のことについて多く触れちゃってるから、都合が悪いからって言われてるんですよ。このエノクの書の中に描かれている大きい人は、ネフェリムと呼ばれて、非常にね、悪者として描かれてるんですよね。ちなみに、このエノクの書のエノクさんっていうのは、ノアの洪水のノアさんの4代前の人で、まあ聖人なんですけど、この人の4代とノアがおり、ノアの洪水というものが起きるわけですよ。で、この洪水で、いわゆる大きい人たちの勢力を一掃したって呼ばれてるんですね。なんで、実は聖書の中には、このように巨人、大きい人の存在が描かれていて、それらは悪だと書かれている。そして、先ほどの洪水といった大災害により、彼らはいなくなったっていう描写があるんですけど、これとですね、200年前に起きたタルタルソース帝国の消滅というのが非常に密接に関わってるという話なんですよ。歴史上から消すために、そして、しかし聖書の中にはまだ一節があり、それが残っているエノクの書は偽書と断定することによって、こういった大きい人の記憶を消そうとしてるんですね。古代ですね、シュメール文明の時代から大きい人の描写っていうのはいろんな文書に残っていて、特に神々として崇める者たちっていうのはでっかく描かれてたんですよ。これは偉大な存在だからでっかく書かれてたって言われてるんですけど、そうじゃないと。実は過去、大きい人と人類は共存しており、そして大きい人たちっていうのがより高い知能、より高い文明を持っていたので、我々人類にそれを授けてくれたと。だから神と崇められていたっていう、こういうことなんですよ。過去のね、例えばギリシャ神話の中にも宇宙戦争っていうのがあるんですけど、これはいわゆるでっかい人たちと普通のちっちゃい人たちの戦いなんですよね。こういうふうに実は神話の中に紛れ込ませているけど、この大きい人っていうのは確実に存在するっていう話なんです。でですね、こっから今日の主眼なんですけど、私たちがよく知っている、いや、知りまくってると言っても過言ではない。聖徳太子さん。彼がですね、描かれている、まあ、絵って何枚か皆さん思い浮かぶと思うんですけど、まずこれですね。
こちらすごい有名な聖徳太子さんの絵なんですけど、これね、横の二人は子供だって言われてるんですよ。もちろん前髪落としてないんで子供の可能性あるんですけど、それにしてもでかくないってことなんです。昔の日本人の平均身長ってね、その特にこの飛鳥時代なんかもっとちっちゃかったですから、めっちゃでかく描かれてるんですよね。で、もう一個、これっつって、いや、でかすぎるのよ、これ。これもあれじゃんね。人間がアリのようだ。ね、これそういうことご利用って。ね、わかりません。言いたかったんですが。まあ、これそういうことで、なぜか聖徳太子がでかく描かれてるんですね。で、これは偉大だからでかく描かれてるっていうロジックがあるんですけど、これ先ほどの話と、合わせると、それは違うよと。これ、聖徳太子は実は、大きい人の血を継いでいたからでかいんじゃ。そういうことなんですよ。そして、聖徳太子って、ね、その名の通り、帝の血を引いてますよね。古来、久慈本紀に書かれている、初代、神武天皇から第7代の応神天皇までの描写。全部ですね、巨大な竜として描かれてるんですよ。すごく大きいんですよ。要するに、帝の血っていうのは、大きい人の血ってことなんですよね。なんで聖徳太子さんもでかく描かれてる。以前ですね、タルタリア帝国の王は大きい人だったっていう話をしました。そしてこの国が滅ぼされた時に、この日本に逃げてきて、そして日本のヤタガラスがこれらをかくまってるっていう話したんですけれども、実は聖徳太子のこの横にいる二人の子供、これヤタガラスだって言われてるんです。実はヤタガラスをすごくうまく使っていたのが聖徳太子。多くの人の話を聞き分けるっていう、あの逸話も要するにたくさん使える人がいて、そういった人から情報を集めていた情報通っていう、まあ、側面があったわけ。なんでタルタリア帝国の王が日本を頼ってきたかっていうと、ヤタガラスがいたっていうのもあるけれども、ヤタガラスと共にこの聖徳太子といった大きい人の血を継いだもの、ね、要するに親戚的なものかもしれませんが、ね、そういったものが実は日本にいたから頼ってきたんだってことですね。この旧タルタリア帝国の旗と、そして旧日本にあった旗っていうのは皇帝旗としてすごい位の高いものなんですよ。日本はすごい高い地位に置かれていたのは、この帝の血が実は大きい人の血を継いでいたとか、継いでいなかったとか、つってね、うん、まあね、まあ、あれ思い出すんですよ。丸大ハンバーグのね、CM で、大きくなれよ、つって、いや、でかすぎ、でかすぎ。軍事パレードの準備が進んでおります。とても楽しみです。ね、果たしてそれはそうかなっていう話です。ヨジョンちゃん。本当に楽しいだけかな。そのパレードの準備の裏側では。俺たちが脱北するとは誰も思わねえだろうな。いや、素敵な笑顔。そして、周りの奴ら何笑うとね、いけるいける、これがいわゆる、おついそってやつかな。ということでね、まあ、全員素敵な笑顔なんです。でも、果たしてこの中でね、生き残れるのは何人なのかな、なんつってね、言ってね。まあ、ヨジョンちゃんがね、今その準備のね、手配をしてるかもしれませんけどね。お兄ちゃんどこいるか GPS で見てみ。本題に戻ります。まあこの地球っていうのはね、まだまだ隠された歴史っていうのがあるんじゃないかとね、先ほどの大きい人の証拠っていうのは世界にいっぱいあるんですよ。例えばですね、これナポリ考古学博物館の大きい人の骨格なんですけど、これって、いや、でかい！ガスタンクとかガンダムとかと並べてもでかいね、これね。ここまで来るとね、もうなんかちょっと神っていうか、ちょっとよくわかんないですよね。ちょっとなんかあれ思い出しました。もののけ姫のダイダラぼっち。あ、これ一番最後のエンディングトークに繋がってくるね。伏線回収しますね。ということなんで。これね、骨とかありますし、それか世界中でなんか出土するでっかい骨みたいなのあるわけですよ。なんなのかな、これな、つってね。まあ、あとですね、1985年に、いわゆるアレメイソンさんが出してる雑誌があるんですけど、え、マガジンハウスなの？なんとかメイソンってね。と、アレメイソンマガジンっていう、そのままやないかいってことなんですけど、この中でね、タルタリアの巨人、大きい人を倒すみたいなことが書かれているところがありまして、このね、アレメイソンっていうのは、実はこの時代から、その大きい人を倒すことをね、主眼に置いてたっていうのがね、ここでもちょっと見て取れるみたいなね。で、これでやる。いや、もう2回目やん、これ、丸大ハンバーグのやつで。お前めっちゃ好きやな、これね。ロマンありますよね、大きい人ってね。今日はその聖徳太子さんがね、まさかのでっかい人だったという話しましたけど、まあ、それだけじゃない地球の美しい風景っていうのを最後に皆さんにお送りして今日は終わっていきたいと。さっき神武天皇の話しましたけど、神武天皇って言ったら竜のお姿ですよね。これですね、これ国際宇宙ステーションから見たポルトガルにあるオデレイテ川っていうものらしいんですけど、これ見てる竜の形に見える。
かっこいいですよね。でもこれもたまたま竜の形なんじゃなくて、過去ですね、消そうとした何かの歴史の痕跡かもしれないなっていう、まあロマンですよね。まあそれからこれね、日本の某山中って言われてるんですけど、ちょっと真ん中の方見ても、いや、めっちゃキモキモ、これ完全にお絵ですわ。もうこれ、ボエーボエー、あ、これあれです。漫画ドラえもんの中でジャイアンが歌う時の描写の擬音がボエーですって思って、今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。大だらぼっちの伏線を回収しますってことですね。今日は大だらぼっちっぽいっていう話しましたけど、僕ね、あれなんですよ。好きな妖怪って何個かあるんですよ。ケウケンゲンとか百目とか言ってきましたけど、ちょっと今回また新しいこと言っていいですか？そう言わないと、アップデートされないからね。あれに喧嘩売ってるのもね。大だらぼっちってね、昔、東日本にいると言われていた伝説上のね、大きい人なんですよ。で、実は、富士山を一晩で作ったの、この大だらぼっちだって言われたりしてね、言われてますけど、まあこれ実際絵がこれです。おーってね、これ好きなんですよ、めちゃくちゃ。で、ちなみに、大だらぼっちって漢字でこう書くんですよね。ぼっちってそういうことってことでね、あ、お坊さんっていうか、そういうことかっていう、あれこれ、テヘペロじゃない？これ。テヘペロ？あ、違うわ。これ大だらーだ。これ大だらーだわ。テヘペロからの大だらーってこと。ボロタボンも好きです。